ラジオメーター効果は、クルックスのラジオメーターにおいて、温められた面と周囲の気体との相互作用によって、羽車が回転する現象である。回転する羽ラジオメーター効果を見ることができるのは、羽の片面を白く、片面を黒く塗った羽車に、赤外線を含む光を当てると回転する、実験器具で、光の吸収の大きい黒く塗った面がより温められ、羽の両面に、 温度差が生じ、それぞれ表面に触れ温められ膨張した機体が対流を起こし、その反作用により回転力が発生する。また冷蔵庫に入れた直後や、氷をガラス面に押し当てると羽根車が逆に回転する。内部の羽根車、黒い面が押されて交代する、クルックスのラジオメータークルックスの、ラジオメーターとは透明なガラス容器内に、 複数の羽を備えた羽車を針で指示しただけの簡単なものである。太陽光や強い光にさらすと中にある羽車が勢いよく回り出す。かつては機械的な高度計に用いられたが現在ではもっぱら干渉用として用いられる。クルックスのラジオメーターは2つの特徴がある。よく取り上げられるのはウィリアム・クルックスの羽車の実験の力の 主因であるという間違った話題である。ただしクルックス放射系と似たようなニコルズ放射系は放射圧によるものである。光によって温められた黒い面の分子に接触した気体分子により、より大きな運動量を与えられるために、その反作用の差によって、羽車は回転する力を得る。衝突の回数が増すので、気体分子の数が多い方が回転する速さが増す。 と説明されたが、実際には、熱膨張により、気体分子と衝突する分子の総数が減少し、合計の力は変わらないため回転力は発生しない。ラジオメーターの羽の場合ある1.2とその周りで、気体の温度が一定ではないとき、その点から、平均自由工程程度離れたところから飛んでくる分子の速さが、方向によって異なることによって、エッジ力が誘発される。 またエッジ力は温度差が大きければ大きいほど熱応力が働くので、羽根では大きな熱応力によるエッジ力で回転していると考えられていた。ありがとうございます。